ご紹介ありがとうございました安倍晋三でございます尊敬するアジア各国指導者の皆様お見に来られた大変光栄に存じます最初の皆様にはご招待をいただきましたこと御礼を申し上げたいと思います G7 タルミナーサミットでは貿易や気候変動をめぐる議論が注目を集めましたしかしリーダーたちの共通の関心はこの先どのような社会を作 ていいくのかととうことでありましたグローバリゼーションやイノベーションによって格差が広がっていくのではないか自分たちはついていけないのではないかという人々にどう応えるのかその不安にしっかりと向き合い対応し国民全体が豊かになったと実感できるようにする、まあ、そうして初めて自由貿易に対する国民の支持を 維持するることができる私からこの考え方をお話しをし、G7 として開かれた市場を維持し、保護主義と戦うことで一致することができました。日本はこの4年間、経済活力を取り戻すために、法人税の減税やコーポレートガバナンスの強化、岩盤のようだった規制の改革に取り組んでまいりました。同時に 老いも若きも男性も女性も、およそ誰でも機会をつかめるよう、失敗したとしても立ち直れるよう、一億総活躍社会を目指してまいりました。日本流のインクルーシブな社会です。成長の果実が経済の裾野に広く及ぶように、大企業に対して中小企業との取引を徹底して適正化するよう呼びかけてきました。 企業が従業員の給料を上げるよう直接求めても来ました。足元の経済指標は改善しています。人口が減少する中でも GDP は過去最高水準となりました。雇用は私の政権発足以来、185万人のみ、うち8割以上が女性の収容です。出場率は2.8%。 大学や高校を卒業する若者はほぼ全員就職できています成長と分配の好循環を目指しここまで来ましたその中で TPP 交渉を打決し国会承認を得ましたかつては世界中が日本にはできないだろうと思っていた高い水準の貿易自由化に 国民の支持を得ることができました日本だけではありません。ベトナムも大きな決断をされました。ベトナム経済で国有企業は大きな役割を果たしてきた。その国有企業について TPP では多国間の貿易協定で初めてとなる規律をルール化しました。 まさかベトナムが国有企業の規律など受け入れないだろう、そんな見方を覆し、むしろ TPP をテコにして、改革を進めていく、そういう道を選んだ、フック首相のリーダーシップに改めて敬意を表したいと思います。 ご承知のように TPP は残念ながら道半ばであります。しかし、私は決して諦めません。日本は自由貿易によって行動成長を遂げてきました。人々が国境を越えて自由にこいつ往来すれば多様な知見や経験が交わり、新しい知恵が生まれる。このダイナミズムこそが世界の平和と繁栄の 礎となるはずですそしてそれは誰にでも開かれてそして努力した人が報われる公正なものでなければなりませんアジア太平洋地域を発展させるために必要な自由で公正なルールとは一体何か大企業だけでなく中小企業や農家が安心して 海外展開できる創意工夫が守られる付加価値が正当に評価されるルールとはどのようなものかまさしくそれを参加国が長い時間をかけ真剣に話し合いやっ,てやっとまとめることができたのが TPP ですつい先日 TPP 加盟国の閣僚たちがハノイに集まりました 議長国のベトナムの采配の下で、G か国、いわばオーシャンズイレブンはですね、TPP を何とか生かそうとする点で合意を見ました日米間では経済対話を立ち上げました日米でアジア太平洋のモデルとなるルール志向の枠組みを作りたいと思います。私たちが その先に目指す RCEP も TPP に徹したルールを基礎としてこそ質の高い協定にできる、ここが踏ん張りのところであります。自由で開かれた公正な経済圏を広げていけるか、それとも一旦足踏みするか。 その分に立っていいるのだと思います前へ進むなら見えてくるのは太平洋からインド洋を質の高いルールが覆う世界ですいやその先がありましたなぜなら日本は EU とも経済連携協定を交渉しているからです早期の合意を実現したいと思います 自由で公正な貿易を進めるため、前進していきましょう。私は、志を同じくする皆様と一緒に、大いに旗を振ってまいりたい、ご賛同いただきたく思います。ありがとうございました。アジアは文化も、民族も、宗教も多様です。 ダイナミズムの源泉である多様性を尊重しながら経済統合を進めるそれがアジアの歴史的挑戦ですお互いを尊重することするからこそ共通のルールを守る自由で公正な経済圏を作るそしてアジアの活力によって太平洋とユーラシアをつなぐこれが アアジアの全てのてて国が共有すするる夢になると信じていますその夢を叶えるため私たちは日本の支援を質の高いインフラづくり高度な人材の育成に集中します2000億ドルに及ぶ資金面での協力が本年中に動き出します今年は ユーラシア大陸の地面にユーラシア大陸の地図にか期て変化が起きました本年初めて中国の牛と英仏海峡を越えて英国とが貨物列車でつながりました一帯一路の構想は洋の東西そしてその間にある多様な地域を 結びつけるポテンシャルを持った構想ですインフラについては国際社会で広く共有されている考え方がありますまず万人が利用できるよう開かれており透明で公正な調達によって整備されることが重要です さらに、プロジェクトに経済性があり、そして借り入れをして、整備する国にとって、債務が返済可能で、財政の健全性が損なわれないことが不可欠であると私は考えます。国際社会の共通の考え方を十分に取り入れることで、 一帯一路の構想は、環太平洋の自由で公正な経済圏に良質な形で融合していく、そして地域と世界の平和と繁栄に貢献していくことを期待しています。日本としては、こうした観点からの協力をしていきたいと考えます。日本は質の高い インフラパートナーシップを進めています日本にはこだわりがあります。インフラは安全で環境に優しくなければならない。それは日々現場で問題が解決される中で守られています。そこには勤勉で誠実な人々がいます。 日本の新幹線を導入することは高速鉄道にとどまらないインドの鉄道全体の近代化の大きな触媒となるモディ首相の言葉です日本の協力はメンテナンスも含め技術が現地に根付くまでは終わらないことをよくご存知なのです 1963年、関西電力、黒部川第四水力発電所、いわゆる黒4が完成しました。急峻な地形に挑み、延べ1000万人、そして1000万日を投入、7年を費やした世紀のす、すいません、1000、 1000、えー、万人と1000日を投入、えー、7年を費やした世紀の難工事でしたラオスのナモニアップ1水力発電所は第2のクロヨンと呼ばれています2019年商業運転開始に向けて元祖クロヨンを手がけた関西電力がラオス タイの仲間と共に取り組んでいます現地には1000人の雇用が生まれましたさらに発電所の運営に向けて長期的に運転技術の移転が行われようとしていますトンどん主完成を楽しみにしていただきたいと思いますハノイの都市鉄道1号線2号線急速な都市化がもたらした 渋滞と大気汚染を緩和する。でも、それだけではありません。皆さんは東京の地下鉄に乗ったことがありますか電車は時間通りにやってくる。運行は電子商業電子制御。衝突事故は起きません。切符はありません。カード1枚でどこでも行けます。でも お金はチャージしていただかなければなりません。駅はもはやただの駅ではなくなっています。買い物も食事も切符代わりのカード1枚で済みます。バスやタクシーへの乗り換えも同じカードで OK です。駅は近隣のビルにもつながっています。雨に寝ずにず行きます移動の体験を いかに便利で快適にするか。日本人のこだわりと工夫が詰め込まれています。このこだわりを、このこだわりと工夫をお伝えする。手始めに地下鉄の設計だけでなく。周辺のバスの運行ルートや駅前のレイアウト。をハノイの皆さんと一緒になって作ったそうです。ハノイの街がどんなふうに。 変わっていくか楽しみです技術革新のスピードには目を見張るものがありますものづくりの現場にも変化が及んでいますタイの工場で稼働する工作機械動作の状態を示す回転灯が機械の上についている機械が不調をきたすと回転して光ります するとその光に反応して、信号は飛び、ネット経由で日本の本社に届く。本社はこれまでの経験の蓄積から、考えられる原因と対応策を割り出し、直ちに指示を出す。工場で対処し、ラインが止まっている時間がぐっと短くなります。ここうういったたとがもう当たり前に IoT でつながったセンサーで集められたデータが大量に蓄積されビッグデータとなり人工知能が解析し新たな知恵が生まれるこの,先この先には無限に広がる世界が現れます例えば難病の解明患者さんたちを長期に見守り データが蓄積されることで発症の原因や重病化の仕組みが見えてくるその先に治療の糸口が見つかることが期待されます例えば自動走行道路歩行者障害物などの状況を検知し自動的に危険を回避することができるようになります日本のような高齢化社会では 年を取って運転がおぼつかなくなった後でも気軽に外出できる手段として大いに期待されています例えば農業熟練農家の経験と勘をデータ化し生育状況や気象などのデータと組み合わせれば経験の浅い農家でも美味しく安全な農作物を収穫できるようになるでしょう しかしデータから導き出される栽培法は完全ではないかもしれない。未知の状況に遭遇したとき経験豊富な人間の知恵が人工知能を上回ることでしょう。しかしその知恵がまたデータとなり人工知能がさらに賢くなる。いわば知能と技術の アルフェイベンです私たちが足を踏み入れようとしている新しい社会をソサエティ5.0と呼んでいます。4度目の産業革命がもたらす1つ目の社会、ソサエティ5.0です。その本質は、一人一人のニーズに合わせた最適な解決策が素早く導き出されるようになることです。 これまで解決できなかった課題が解決できるようになる。日本は AI やビッグデータを活用して少子高齢化を乗り越えて活力を高めていきたいと考えています。私は AI の普及は人々の仕事を奪うのではなく、人々がより創造性に富む仕事に転換する機会と捉えています。 人口が減ってもイノベーションによって成長できるのだという第一号の証拠になることを日本は目指しています。そのために人々が生涯を通じて新しいことを学び、成長する分野で新たな職を得られるような人材育成の仕組みを整えていきます。日本に行ってみたい。自分もソサエティ5.0を作りたい。 そう思う若者たち、プロフェッショナルたちに、世界からどしどし来てもらえるよう、今年4月、新しい仕組みを作り出しました。一定のポイントを上回る人なら、日本でたった1年働ければ、即座にグリーンカードを申請できます。スピードにして、世界最高水準です。ビザの申請もお待たせしません。 原則10両日以内で結果をお知らせします世界中の元気な若者その活力をもっと借りたい少しでも日本に興味を持ってくれる若い人に日本語の学習から日本と関係する仕事まで道を開いてお連れいたしますアジアの各地で3か所ぐらい拠点を選び 日本語の先生を育てる場所を設けます日本語を学ぶアジアの高校生たちに10ヶ月日本で暮らせる機会を提供します規模は今後5年で1000人日本の在外交館やジェトロの事務所には日本で就職した人が気軽に問い合わせのできる窓口を置きますからぜひ活用していただきたいと思います クンプワン・ソマアンさんおいででしたらお立ちいただきたいと思います我が国最大級の公的研究機関参総研で彼女はミニ,マルミニマルファブの開発を開発をしています直径1センチ兆床というとても小さなウェハーに 半導体を作る文字通りミニマルなファブ設備投資を千分の1にできる画期的な技術ですこの開発に不可欠だったのがクンプアン・スモアンさんでした彼女のような方に暮らしやすく働きがいがあって優しい日本にしていきたい直にお目にかかるとますますその思いを 強くしております相馬さんありがとううございいましたどうぞお茶くださいあらゆる人が存分に力を発揮できる一億総活躍社会、誰にでも開かれた、そして努力した人が報われる自由で公正な経済圏現場の人々に支えられている質の高いインフラ、一人一人のニーズに合わせた、 最適な解決策を導き出すソサエティ5.0私が取り組んでいるさまざまな政策についてお話ししてまいりましたそれぞれの分野は異なりますが共通していることがあります一人一人を大切にするこれが全ての根底にありますアジアの人々一人一人の才能が解き放たれ 存分に発揮されれば、どれほど大きな力になるでしょう、太平洋とユダシをつなぐ、さあ皆さんともにアジアの夢を叶えていこうではありませんか。え今日は少しスピーチが長くなりましたが、われのアジアの夢を語らさせていただきましたごご清聴どううもありがとうございました。